グレシュルロワンは、フランス、イルド・フランス地域圏、セーヌイコール・エイコール・マルヌ圏のコミューン。ガティネのカウンティは1068年に、フィリップ一世によって王領に併合された。かつて、グレアン・ガティネの名で知られた町は、13世紀には、ブランシュド・カスティールの持参金とされた重要な地だった。4つの門で守られていた町は、100年戦争中に、イングランド軍によって焼かれている。 その後街はゆっくりと衰退していった。19世紀、美しいロアン川とフォンテーヌブローの森の風景へ、パリへの近さから、セヌイコールエイコールマルヌ県を多くの芸術家たちが訪れた。グレの通りを描く画家、ジョン・レイバリ・グレッシュル・ロアンを訪れた画家には、次のような人物がいる。スウェーデンの画家、カール・ラーションは、女流画家のカーリン・ベリエーとグレで結婚した。 アイルランド出身のフランク・オメーラがいた。スウェーデン出身者は多く、ラーション夫妻の他にカール・ヌードストロームやブルーのリレー・フォッシュ、エマ・チャドウィック、ユリア・ベックといった人物がいる。アメリカ出身の画家では、ジョン・シンガー・サージェントや、セオドア・ロビンソン、ウィラード・メト・カーフラが訪れ、日本からも、黒が清てる、浅いただしらがグレに滞在し、風景画を描いている。デンマークの スケーン派の画家、イギリスのグラスゴー・ボーイズと呼ばれる画家たちもグレを訪れた。文学者のヨハン・アウグスト・ストリンドベリや、ロバート・ルイス・スティーブンソンもグレを訪れた。ありがとうございます。